で、はい、座りません。これがこれまでの。そうですね、これがこれまでの。はい。本当にこう暑いよね。例えば模擬展ですと、こうやっていっぱい写真が載ってたりとかして、今年はあの、まあ、模擬展は出ないみたいな。そうですね、あの、まあ校内での食事がちょっとまだ厳しいっていうところで、うん、昔だとこう神輿の担ぎ棒とか、うん、模擬店の看板とかって全部保存して取ってたんだけど、うん、今も取って今もありますね。ね、ああいうものをこう引き継いでいくっていうのもね。そうなんですよね。今の4年生の方々が最後に実地開催で神輿とかを制作された代なんですけど、うんうん、これで来年卒業されてしまうので、うん、あの模擬店とか神輿を、うん、特に模擬店を、うん、あのしたことがない年代が揃ってしまうので、うん、あの今年なんとか引き継ぎをうまくさせたいなっていうところがあって、うん、そうだよね。やっぱりね、こうみんなこう片付けるとき、そしてそれを出すときっていうのがね、年に、まあ、1回引き継いでいかないと、うん、これ何の看板だっけ、これ何の看板だっけ。そうですよね。現状そういうところがね、うん、かなり大きいので、うん、2年あったので、うん、だから本当こう、まあ、模擬店、まあ、飲食は、ね、できない、まあ、ソフトドリンクだけちょっとそうですね、はい、熱中症対策も兼ねて、うん、まあ、来年以降の模擬店 の、うん、あの経営のちょっとなんていうんですか、ノウハウを積むじゃないですけど、うん、一回その模擬店の素材とか部材が入ってるところをちゃんとこう管理して、これなんだっけっていう、そうですね、大掃除がてら一回引っ張り出してきてでっていうのをやった方がいい。それこそそれその作業すら楽しいですよね。僕らもここの初めて学芸会されたときに、あの全部のわけわかんないものが楽しいんですよ。僕らにとってはあのそれこそこういうパンフレットとか見ても、あ、過去の芸才でこんなことやってたんだっていうのが分かってすごい楽しいので、準備段階でもかなりやっぱり芸才って楽しいんだなっていうふうに今実感結構します、はい、あの自己委員長が最初に芸祭を見たのは大学入ってから、そうですね、うん、僕はこういう賑やかな芸祭っていうのをっていうのはちょっとまあ写真とか映像そこからしかでっていうことですね。長谷川くんもそうなんで、そうですね、僕もオンラインになっちゃってからの入学でそこまで芸祭来たことないので、うん、芸祭っていう学園祭がすごいらしいっていう話だけを聞いて入ってきて、じゃあやりたいなと思って今こうやってるんで、ワクワクしっぱなしですね。やっぱり自分たちの表現の場だ、うん、で、学生の、まあ、バンドたちが、うん、自主バンドたちがたくさん出てきて、はい、で自分たちの世代のやっぱり今で言う推しのバンドがあるわけ、はい、あで例えば美術の中でも、油絵家のバンドとデザイン家のバンドだってするとこうどっちが鳥を取るかみたいな感じで、そうなんですね、結構そこが扱ったりして、で今はサンバが最後締めるじゃない、そうです、サンバが締めるのね、最後最近はね、ステージ上で、でもその頃はサンバがまだなくって、サンバがない時代があったんだよ。サンバがなくって学生バンドが、まあ、自分たちでステージで発表して、今のようなあんな立派なステージじゃないんだけども、うんうん、それなりに結構本格的なバンドがたくさんあって、そうなんですね、でそこのステージ前でみんなでこうガンガン歌って踊ってみたいなのをやってましたね。すごい。それこそ僕らここ2人はサンバにすごい憧れがあるんですよ。芸祭終わったら2人でサンバ入って、来年の芸祭ぶっ壊してやろうって言ってるんですけど、自分が学生に振り返ると、うん、あの夢を見る、うんうんうん、芸祭が始まってて芸祭に行くのを寝過ごしたっていう夢を見る。でそれがね、昔はね、9月の末ぐらいが芸祭だったのね。あ、そうなんですね。みこし作って一人で帰ってきて、うん、でこう寝て起きてこううなされて、わー芸祭が始まってしまうとか、わ始まってしまったって起きると、あ、まだ芸祭始まったのよかったみたいな、そういうなんかこう芸祭がもうすごい楽しみでしょうがないみたいな。上野駅 JR 降りると、はい、多分向こう芸大の方からなんか音がするからって、芸祭だ芸祭だみたいな、早く行かなきゃみたいな、
ぱり芸大生にとっても芸祭ってすごい大きい存在だったんですよね。大きいね。あのここ2年のオンライン開催で、うん、もうちょっとしょうがないとは思うんですけど、うん、芸大生の中でもその芸祭っていうものの価値観っていうか、うん、重みっていうものがちょっとなくなってきちゃってて、うん、あの芸大生の中でも、うん、中にもそうなってるんですか、芸祭やるぞっていうのを浸透させるっていうのが、うん、僕たちの今年の大きい課題の一つでもあるんですよね。だからそこをね、今頑張ってやってますけど、なんかこう来年度以降ももっと芸大全体で盛り上がれるようにしていけたらいいなって本当に心から思います ね、 そうですね。一年中芸祭がなんかどっかにあってほしいです、芸大全体で片隅になんか冬でも来年の芸祭はとか考えてほしいぐらいの存在感を今年作りたいっていうふうに思ってて、でも本当芸祭実行委員会が固定代々引き継いでいくと、うん、まあ芸祭が終わった瞬間にじゃあ来年誰がどうやるんだ、まあ引き継ぎ含めてで、なる本当終わった瞬間に次の芸祭が始まるから、はい、そういうと考えると本当1年間、うん、まあ本番は3日間だけだけども、そこをピークにしてずっと1年間こうやることがある、引き継いでいくことがある。そうですね、まあ本当に1年スパンで考えてもらいたいぐらいなので、うん、1年スパンで考えつつ、うん、なんかこれからの芸祭のことも考えつつ、うんうんね、この、 触れるっていうテーマは、うんうん、学長、印象的にはどういった印象がありますか？いいと思いますよ。まあ、触覚的にね、こう触れるっていうのもあるし、うん、まあ、金銭に触れる、心に響くっていう触れるもあるし、ね、まあ、触れ合う、っていう、ね、こう互いの関係っていうのもあるので、うん、とてもいいテーマ。ありがとうございます。あんまり僕がその委員長になった時から結構思ってるんですけど、うん、コロナ禍だからっていうような言葉をあんまり使いたくなくて、うん、やっぱりなんだろう、この2年間オンライン開催だったので、うん、やっぱそういう気持ちはあるんですけど、なんかそれすらもろともしないじゃないですけど、コロナ禍になって人と触れ合うっていうことがどうしてもなんだこう少しためらってしまうところって皆さんどっかに引っかかってるところがあると思うんですよね。でそれをずっと避け続けてしまうと人間的にちょっとおかしくなってしまうと思ってて、なんかこの芸祭を通してもちろん演奏会企画とか展示会とか我々が普段学んでいる芸術にこう触れてほしいっていう意味が主なんですけれども、人と触れ合うことを怖がってほしくないなっていうのがすごくあって、芸祭の3日間だけじゃなくてそれに至るまでをすごく大事に学生の皆さんにはしていただきたいなっていうふうに。今芸祭実行委員会は会長、委員長はじめ総勢何名いる？これで1年生の会員が、うん、募集で増えたので何人だろうね。まず2年生はじゃあ何人？2年生は正直引き継ぎした段階でかなり減って、うん、本当に何名40人いるかいないか。でも40人いる。2年生はそれぐらいで、ただ今年会員募集がものすごくうまくいって、うんうん、1年生だけで100人いるんですよ。すごいね。でも来年のことあまり心配ないなっていう感じなんですよ。なんでそういう意味ではかなりこの触れるっていうのが、うんうん、着々となんかこう、ね、浸透してるから。2年生40人、1年生100人、やっぱその140人でどんな芸祭にしたいんだ、触れるをテーマでっていうので、うん、やっぱりアイデア出しできながら、で、あとやっぱりみんなでまず同じ目標を持って、うん、言い合えるこう時間があるっていうのはすごく大きいですね。そうですね、確かに。ただ3日間で9月の2、3、4っていう発表の場はまずあると、はい、そこに目標があって140人っていうマンパワーがあって、でそれぞれのやっぱ芸祭があると思うね。2年間できてなかった、うん、けども自分の中でいろんなこう映像とか資料で見てる、やっぱ芸大に入ったら芸祭参加したいっていう人たちがやっぱり実行委員会入ってると思って。そうなんですよね、うん、本当に応募があって僕らも嬉しくて、うん、結構
がむしゃらにやってたので、うん、なんとか人集まんないかって140人が全員集まれる集会的なものもやってるの。それは、うん、まあオンラインでやってるのか。オンラインになるんですけれども、うん、それこそ会員募集の際は、うん、あの Zoom で1年生の方みんな集めてやったので、うん、あとはまあ各課が、うん、そういった場を多分設けていると思ってて、で僕らもその1年生2年生でその一緒になって作っていきたいっていうところで、やっぱり大学2年生ながら仕事の割り振りとか、うん、結構悩んでるところはあるんですけど、うんうん、まあ、芸祭委員が140人いるんですけど、まあ、芸祭を作っていくのは芸祭委員だけではなくて、もちろん音楽学部も美術学部も映像もわーっていっぱいいる学生みんなで作り上げていくものだと思うので、委員長も人との触れ合いがって言ってましたけど、芸祭まででこうみんなで一緒にやろうねじゃなくて、芸祭が終わった後もその人とこう触れ合えるというか、その美術とか芸術とかそういう僕らの一つのものを志してこの大学に入っているわけなので、だからそれを通してみんなでこういろいろ言い合えたりつながりが持てたりする東京芸術大学って場所のいい、なんていうんですか、本来あるべき姿に戻れたらなみたいなところが ねありますね。本当ね、はい、圧が強かった。すごい熱い思いが参りました、はい、でも、はい、芸祭今年はね、対面と、まあ、オンラインと、ね、はい、ハイブリッドでこうやることに挑戦するという、はい、今までにない、そうですね、経験値も必要になってくると思うので、はい、でもそれがね、140人、まあ、委員会、実行委員会いればね、そういう仲間がいるというのは心強いし、そうですね、そしてクラウドファンディング、はい、まあ、一般の支援の人たちも多く集まってくると思うので、はい、そうですね、はい、改めてぜひお願いします。はい、では、はい、今日は YouTube は、はい、芸祭の、実行委員会の、この部屋から、実行委員長の、副委員長のお二人がお招きしてお話しいただきました。はい、ありがとうございました。公式 SNS もチェックしてくださいね。